皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の先生のお悩み解決チャンネルのテーマは、効率の良い教室運営の方法を知りたいです。どうしたらいいでしょうかということについてお伝えしていきたいと思います。ですね、効率の良いっていう言葉を、どのあたりで考えていくかっていう、話なんですけれどもね、例えば、時給単価を上げていくっていう意味で効率が良いというふうに考えているのであれば、レッスンの価格を上げたりとかですね、その働く時間が少なくて、収入が高いっていうことを効率がいいっていう形になると、手っ取り早いのは、そういう方法になっていきますね。あと他にはその、2回転やっていてその価格で収益ができていたものを、例えば1回転で人数多く受け入れられないかとかっていう形で考えるっていうのも一つの方法ですし、あとは効率っていう部分で言うと、試作デマとかをなるべく減らすとか、そのためには例えば1ヶ月の月間スケジュールを組んで、この日は試作で&写真を撮るでみたいな日を作って、そこに集中的にやるようにあらかじめ計画を立てるということも効率化ですし、あと集客の意味での効率っていうことを考えると、毎月毎月新しいレシピを作って毎月毎月新しいメンバーを集客するよりは、レギュラーレッスンみたいな形の5回ないしは6回とか1年とかっていうレッスンを作って、そこに1人入ってもらう方が6回分の手間が1回で終わるので6分の1っていうことになったりしますよね。なのでそのどこの部分の効率化がっていうのが、ちょっとポイントにはなってくるんですけど、それは事象を整理していくとそういう方向っていうのがあるっていうのがまず一つですね。もう一個は、私が見てて効率が悪いなと感じる方っていうのはどういう風になってるかっていうと、やっぱり時間かな、時間の中の特にスピードですかね。スピードの中でも返信スピード、これが効率化の中では大きなこうポイントになってくるなっていう風に考えていて、具体例を言うと、例えば生徒さんから質問が来た、で見た瞬間に答えを出して、その場で返信できるかどうかっていうことをですね、その見ちゃったのがレッスン中は見るっていうこと多分ないじゃないですか。でレッスン前か後ろで、前だといろいろね準備もあるから大変っていうのあるにしても、じゃあ後ろだった時に、その見た瞬間にそれだけ読んだ、そして後で回答しようっていうタイプの方なのか、見たから今回答しちゃえっていう感じか、話が重たくなければ、その場でじゃんじゃか回答しちゃう方がいいっていう答えなんですね。なので本当にじっくり検討しなきゃいけないものっていうのは、時間かけてもしょうがないなと思うんですけど、例えばこの日空いてますか、どうですかっていうのが、そのレッスンスケジュールとか、自分の都合も含めてイベントとかですね、そのカレンダー見れば終わるっていうレベルのものは、何か自分の中で基準とかを決めておいた方がいいと思うんですよね。行くか行かないかだけなんで、誘われたりとかね、あと空いてますか空いてない、受け入れるか受け入れないかとか、それはできればやっぱり見た瞬間にどんどん返信していくっていう形の方がいいですよね。その返信が遅いと、まずいいことはないまずいいことはないですね。特に目上の方とか、取引先の法人の方とか、お待たせするともうそれだけで心象が悪くなっちゃうっていうのもあるし、もちろんそれは新規の生徒さんとかもそうですし、既存の生徒さんだったらだったりしても、遅いよりは早い方がいいですね。だからもう本当に絶対的に私分かってる一つの法則があって、返信が遅い人と早い人ではほぼ98% に近い確率で返信が早い人の方が仕事ができています。あとお金も稼いでます。だからまずそのこれぐらい
稼ぎたいとかっていうのが多分あるじゃないですか。月商50にしたいのか70にしたいのか100にしたいのか、30からスタートしてもいいし、いくらからスタートしてもいいんですけど、まずお金を稼ぎたいと思ったら返信を早くした方がいいですね。この密接な関係、遅い人ですごく仕事ができてお金が回ってる人を私は見たことがないんですよ。遅い人はやっぱり何事にもやっぱりルーズになりがちなので、グダグダになりがちなので、お金も割とねルーズな人が多いですね。お金がルーズ、時間がルーズな人っていうのはルーズな人としか付き合えないんですよ。そうすると結局本当に仕事ができてる人ってすごく時間使うの上手で決断が早くって、遅い人とはね付き合えないんですよ。ってことはそういうなんかいい気の人とかうまく回ってる人と付き合えない可能性が高い。だから結果として自分の中で処理していくか、そういうちょっと遅いタイプの人と付き合っていくことになる。これはビジネス上の話ですからね。性格上の話は自分でどうにかしてください。例えばゆっくり歩いていこうよとか、旅行とか行く時にもいいんじゃない、計画立てなくて現地でっていうのが好きな人はやっぱりそういう人といた方が幸せだし、プライベートの話ではなく仕事の話です。だからいわゆる一流の経営者とかなんかはもう本当に秒速で全部決断判断していくので、そこでその判断が止まるような相手とは基本付き合いたくないので、そういう方と別に付き合わないっていうことでいいんですよ。いいんですけど、いい影響を受けたいな、例えば誰かに指示して学びたいなとか思った時にはそういう方と付き合うことになったりする場合がありますので、自分の速度感を早めておかないと、まあまずそういう人には好かれないですね。だから、効率化っていうのを目指したら、その人と出会う出会わないは別として、スピード感ですね、決断のスピードと返信のスピード、これ変えるだけでも私もしかしたら売り上げ 1.5 倍から2倍になるんじゃないかってまだ実証できてないんですけど、肌感覚でそれ感じてるんですよね。私のクライアントも基本そういう感じの伸び率が出てますね。返信が早い人ほど伸びが早いです。やっぱり多分お客さんにも好かれるからだと思うんですけどね、単純に。だからこの人だから返信が早い、この人だから遅くするとかっていうのは多分それはまああんまりない方がいいかなとは思うんですけど、安心感とやっぱ信頼感につながるので、もしも効率よくやりたいっていうんだったら、時間の、スピード、決断スピードを速くすることと返信を速くしてみてくださいっていうのを私が言いたいアドバイスです。それでは。